ロー,ー,トキスキーシリーズの皆さんこんこにちは私はですね思考停止って言葉をよく使いますけどもこの意味っていうのが2つあるなっていうふうにだんだん思えてきました思考停止っていうのは何も考えなくてアパラパーみたいなねそんな思考停止もあります将来の危機ってものを感じないとかね自分が今置かれてる状況に全く無頓着であることこういう思考停止的は避けるべきだと思いますけどももう一つ思考停止っていうのはいい意味でも使えることができると思うんですよ例えばあれこれ疑ったりとかあれこれ考えすぎて行動しないっていうのは最悪の思考の使い方なんですよでは 自分がお金持ちになるって決めて自分が工学塾を買いました。そしたら工学塾のカリキュラムを全突破するまでは別に考えずにずっと作業すればいいと思うんですよ。考えずに行動するってことです。むしろですね、考え方っていうのは行動するから思考が生まれるっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと。あれこれやるから、あ、どんな方法があるかな、こんな方法どうかな、もっといい方法ないかなっていうふうに考えるんですけども、行動せずに 行動せずに何もやってないのに考えるほどことほど愚かなことはないですよね。大抵その時っていうのはこういう言葉を使って表現されます。下手の考え、休むに似たりってやつですよね。でも、たちが悪いんですよ。考えてるつもりで、それはね、休憩と一緒なんですよ。これは麻雀の言葉なんですけども、すっごくね、麻雀っていうのは、まあ、1枚持ってきて1枚捨てるみたいなことがあるんですけども、チーパイっていうんですけどもね、それをやってる間って、多くの人がね、うーんって考えるんですよ。 どうしたらもっといい手ができるかなどうしたら相手に振り込まずに済むかなって考えるんですけども、考えても考えても、下手な人って考えるだけ無駄なんですよ。上級者になればなるほどですね、考えるというよりも、本当に一瞬です。1秒で、この、トントントンってリズムよくいきます。私もその、ジャンキ流っていうねあの、そういったグループとかでやらせていただいたんですけど、みんな打牌が早いですよね。麻雀知ってる方ならよくこれわかると思うんですけども、半チャン1回が5分とかで終わることもあります。もちろん何、何4曲まで終わってですよ。半チャン1回5分ですよ。 で、半ちゃん1回平均は17分です30分以上かかったら打ち切りになる場合もありますで多くの人の麻雀っていうのはおおむねですね1時間前後かけてるんじゃないかなと思いますよねなんでかっていうと休んでるんですよ考えるっていうふりしてで本を読んでいろいろね考える方いると思いますけども本っていうのは何で速読法が成功するかっていうと考えずに読むからなんですよつぱっとねあの写真を取り込むようにどん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 あの写していってまあ速読法っつったらまたね宗教っぽくて嫌なんですけども もうきちんと私の場合は本を読んだら止まるんですよね何が止まるかって本を読むじゃないですかまずは表紙を見たことによってあこれちょっといい表紙だなタイトルだなアップロードしないとってってから動画を見に行くんですよで前書きって見るじゃないですか前書き3ページぐらい書いてますよね動画10本で行きますよ で、1ページめくるじゃないですか。動画10本ですよ。こんなペースなんで、全然ね、まともに考えながら本を読んだら、動画撮んないと、動画撮んないとみたいな感じで、アウトプットが進んじゃって、全然本が進まないんですよ。ですから本を読むときは、完全に思考停止です。パーっと読んでいって、全部を読んだ後に、それからアウトプットをね、何件かするみたいなペースになりましたよね。だから、1の情報によって、10の発信ぐらいはするバランスになってきました。多くの方っていうのは、1冊の本を読んでも、何のアウトプットもしない。ましてや、行動もできないんですよ。だから、下手な考え、休みに行たりと考えております。皆さんはね本 読んでどんな行動しましたか、どんな生活の変化がありましたか。何も変わらないんだったら読むことはやめた方がいいと思います。時間の無駄になります。だから時間を無駄にしないように本を読んで一つの学びを得たら必ずその本のあの学びをですね実践するようにしてみてはいかがでしょうか。